ストラムラインには主に6000系と7000系がいます。一番新しいのが7000系で、開業当初から活躍しているのが6000系です。加速音が特殊なのが6000系、高い音で加速するのが7000系、座席が柔らかいのが6000系、硬く独立してるのが7000系、カステラなのが6000系、食パンなのが7000系。ちなみに1000系というマイナーチェンジ版も存在してますが、1編成しか作られてなく、しかも7000系の増備により最初に廃車になってます。一応説明すると、実際7000系に搭載されている VVVF の先行お試しのような車両でした。まあ一番影が薄い車両なので覚えなくて大丈夫です。